浮世中心ぐら四段目、金本中心ぐら四段目、方眼切腹の場面。室内の様子は見られるように一点投資法を強調して描かれている。歌川国尚が。浮世とは、江戸時代に描かれた浮世絵の様式の一つ。西欧の投資画法を用いて、屋内の様子などを遠近感を強調して描いたもの。金景がまるで浮き出て、 奥行きが深まって見えるのでそのように名付けられた。またの名を、くぼみ絵、演手画とも言う。劇場内部や室内の様子を描いた作品が多く見られる。ただし、西洋画の遠近法に直接学んだというよりもむしろ、その影響を受けた中国版画の流入により、生み出されたとされる。さらに、この浮絵が後にレンズを通して見る、メガネへ繋がっていく。浮絵は、 奥村正信が初めて描いたとみられ、記録によると、教法の頃の作品が最も古いとされており、初期には西村重長などの作品が残っている。肉筆浮世絵による浮世絵もある。さらにその後、明和から天明にかけては、歌川豊春による作品が多く、その後、葛飾北斎やその弟子の柳立斎、昇ぼ北久志ら多数の浮世絵師が浮世絵を描いている。 しかし、天保以降はあまり描かれなくなり、通常の風景画が描かれるようになっていった。ありがとうございます。